はじめまして。あ、そう、そうです、そうです。お願いします。お願いします。ごめんなさい。一応年齢確認、未成年ではない、未成年ではない、年齢確認だけちょっとさせてください。今日持ってきてないです。どうする？警察行く？見たらない。まずそもそもなんでこんなことしてるの？はい、どうも、ジャックポットのシムです。今回は、大地に呼び出されました。今日は、ちょっと前からなんか DM 来とって、出会い系の、出会い系というかマッチングアプリで、なんか結構売春というか、パパ活というか、が、ちょっと悪質すぎるから、調査というかなんかしてほしいみたいな依頼来とって、実は僕、自分がマッチングアプリその登録して、女の子と実際やり取りしてます。なんかやり取りしてる中で、その何歳なんていう話をしたら、一応設定ではなんか出てるんですけど、プロフィール設定は何歳なん、一応設定は23とかやってんけど、その年齢ほんまなんていう話をしたら、マッチングアプリはまずそもそも OK やろな。マッチングアプリは全然大丈夫。なんかそのやり取りの中でなんか売春系の話をしたの？あ、一応俺もよくわからんくて、初めなんか補別で2万とかってなんか送られてきて、その補別っていう意味がわからんかったから、その調べてみたら、ホテル代別でっていう意味らしくて、ただ出会うとか、ただどっかでデート行くとかじゃなくて、ほんまもそれを目的としたの。そう、だから本来は出会っていい関係になってカップルになったりとか、そこから発展していくのが多分本来の出会い系というかマッチングアプリの使い方やと思うんですけど、遠行というか、それを目的にしてる人たちが結構多いっていうのが DM 来とって、それをちょっと成敗というか調査してほしいっていうので、ちょっと前からやり取りしてるから、だからその未成年っていう可能性があるから、一応年齢の確認というか、これもし17歳とか16歳とかやったら結構やばいから、なんか変な犯罪に巻き込まれたりとかするし、その子も自体も言ったら未来が絶対あるから、今のうちに辞めれるんやったら絶対辞めさせとった方がいいと思うし、そういうこと、今度はそういう案件で、今日が待ち合わせの日。そう、まだちょっと時間あるんですけど、ちょっと待機になるんですけど、それどこまで行ったらいい？ホテルの中まで入ったらいい？逃げられて結局話できひんとかって何度も嫌やから、とりあえず一回ホテル入る、ホテル入って、もう確定、もう そこで確定ってもわけやな。OK、了解です。じゃあちょっと今回もやってまいります。あ、はじめまして。あ、そう、そうです、そうです。お願いします。お願いします。ごめんなさい。その辺でどこでもいいですか？普段から結構なんかこういう感じでやったりする？普通の仕事もなんかしてるの？秘密で。てかさ、年齢さ、なんかうまいことはぐらかしてるけどさ、絶対23じゃないよね、あれ。設定で23ってなってたけど。ほんまに何歳なの？23。ほんまに 23？ はい。え、じゃあ、聞いていい？絶対いいよ、もうちゃうやん、絶対。絶対ちゃうやん。もしここ空いてて、ここでもいい？はい。あ、お金を。はい、言ってたんですけど。とりあえずどうしよう。現金。現金。なんか他って、なんかその、どういうか、俺初めてやからさ、こういうの。なんかこう、あんまり流れ分かってなくて。で、多分、聞いてたのはそうやねんけど。少しのあれやったらもう1万追加で。そんなんで。
一応年齢確認、絶対23じゃない、未成年ではない、未成年ではない、年齢確認だけ一応ちょっとさせてほしい。いや、さすがにそれはちょっと俺も危ないし、あれやけど、まあほんなら分かった、ほんならこうしよう。でぶっちゃけもう別に、まあ未成年でもいいねんけど、そんな言わんといて、周りには絶対、でも周りに絶対言えへんっていう約束やったら OK やねんけど、なぜやっぱ17年若いもんね。なんかまあ俺もちょっとやりとりでおかしいなと思ってて、ぶっちゃけめっちゃ申し訳ないんだけど、まあ未成年これ犯罪なんでやってるけど、どうする、警察行く、いや俺も別にそういうのをしたいわけじゃなくて、もしさここでさ俺がさ悪いやつにさ事件に巻き込まれるとかさ、十分あり得る話やん。これそこをもっと重く捉えた方がいいし、これ親知ってる、知らない、親知ってる、どう思う、悲しむんじゃないですか、悲しむじゃない、悲しむから、まずそもそもなんでこんなことしてるの、親を助けたくて、すごいやってることってめっちゃいいことやねんけど、そうやって稼いだお金って親からしてももし内容知ってもうたらいらんってなるし、まあ俺としてはやめてほしいっていうか、やめやなかん、まず絶対に。でも正直時間返してほしい、メイクもして早く起きて、いや時間返してほしいじゃなくて、 なんで開き直ってんの、言って説明して、まずこれ犯罪な、分かってるけど、じゃあ最初からそれ言ってくればよかった。最初から言ったらじゃあ来るん、こんなん親が聞いたら悲しむで、親のために働いてるかもしれんけど、働き方考えなあかんやろ、しかも年齢も年齢やから、まず今後どうするの、やめろ。俺ちなみにこれをもうずっとやってるから、もしそれでまた名前変えたりとか違うような形でちゃんがおったら、次はもう警察に連れていく、行かれても仕方ないと思ってる。ほんまにやめるって約束できる？確かにそれ、その話を聞いたらさ、病気なんのそこまで詳しくは聞かへんけど、そうやって親をどないかしてあげたいと思って自分の体でしっかり働いてやってあげるっていう気持ちはすごいいいことやから、そこの気持ちは忘れずにちゃんと働いて、今後絶対やめる、てかやめやな、犯罪やな、マジで。それを約束すんのやったら俺はもう今日これで終わり、ほんまに約束できる、大丈夫。じゃあ今日は申し訳ないけど、ごめん、もともと俺もそういうつもりで来てなかったから、これをちょっと伝えたかっただけやから、頑張っていこう、うん、もし何かあったら手伝える範囲では何か手伝うから、うん、マジで頑張ってな、はい、ありがとうございます。どんな感じだった、余裕で未成年、未成年やった、やっぱり、やっぱり絵とか、うん、あの生年月日とか聞いて何も答えられなかったからさ、あもうその時点で確定やなと、あまあ確かにな、すごいいい子やねんけどな、ただまあやっぱり危ないっていう、危ないもん、一番は危ないもんな、そこな、まあ、後捕まるしな、まあこれであの子がちゃんと約束を守ってくれてできたら、まあ一つ助けになったじゃん、そうやな。めっちゃ煽ってる、めっちゃ煽ってる、おおやばい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 、うわやばい、前来た、ちょっと待て、おい手出すな、おいおい、お前ら警察呼んだよな、おいお前ら顔映してるからな、笑ってんな。